迎えたフランスでの初舞台。強豪ジュビシーを相手に体を張ったプレーでサポーターを沸かせます。さらにこの個人技、後半17分、なでしこジャパンでもチームメイト宇津木のスルーパスから折り返しアシスト。試合には敗れましたが、個人で見せた鮫島、新たな挑戦はまだ始まったばかりです。もったいない、もったいない試合だった。プロとして、今日は負けてしまいましたが、積極的にオーバーラップ仕掛けて、自分の長所を出していけたらなと思います。